鬼怒丸の引退表明を機に田元関脇高藤力の鎌狩忠茂氏51は都内で経営する飲食店でスポニッチ本誌の取材に応じ早や稲と驚きを口にした。本人はやめたくないけと責任を取ってやめさせられたということじゃないの。まだ若い師範称してまがやりたいはずと話した。一方で鬼怒丸の暴力行為にも苦言いけないと言う以前に感謝の気持ちが少しでもあった。ラテが出るかな。関取と付け人はお互いに感謝する気持ちが大切と指摘した。日本相撲協会は10月暴力決別宣言をしたばかり。その上で5まったは怪我から休みり琴町現横常北東美も何か席任を取らないといけないと思うよ。部屋の問題だからと逃げるよ。うなことはしてほしくないと今日く語った。球体以前とし他付け人生旅が問題の根底にあるとして疑問に。昔から付け人を奴隷のごとく扱ったり使用を押し付ける人もいる。そこから変えないといい。自命や暴力は絶対になくならない言語道断だ。弟弟子だった元貴乃花親方当時隆花田が入り門した頃子双子山親方当時の藤島親方は幕下院下は掃除洗濯などを全員で行う要指導。結果みんなが強くなったという。立場の弱い人間を強い人間がこき使うのはアウト。そういう時代だから。今年スポーツ界で多発したパワハラ問題も念頭に話した。自分も親方として苦労したが外国人にその心を今日得るのは難しい。それでも根気強く教えな意図と今日超自分の子供二段目なやがいるからね。誰もが一生懸命稽古でき部環境をつくってもらいたい。最後は親の立つばから、そう僕会の健全かを願っていた。